皆さん、こんにちは。マーティン。では、のみクルボーイ金徳です。超名門高校を紹介します。はい。高校野球で有名な高校と芸能人などについて。はい。横浜高校はもう名門高校でございます。優勝回数多いですね。5回ある夏。本当にすごい。30回出場は最多。現在。現在ではないですが、もっと多かったけどもね。はい。確かに横浜高校は有名な高校です。横浜 DNA ベーサーズに 入団した人もいましたね。はい。平成の松坂、平成の怪物といえば松坂世代でも地味の松坂大輔さん。あとは成瀬さん、穴並さん、枠井さん、筒子義友も,も、はい。あとはアーチェギー、山本洋司さん、ゆずもいましたね。はい。あとは俳優の上地雄介さんも在籍した学校ですね。はい。横浜高校、確かに名門校でございますね。はい。確かにいい学校、校歌もいい場所です。横浜高校、我が学校、いろんな歌詞ありましたね。はい。 PL 学園は確かに今亡くなったけど3番まであった PL という文字。やはり KK コンビが、えー、昔あったね。PL といえば、上地雄介さん。あとは谷口伊藤さん。こういうふうはいろいろいましたけども。はい。小早川武彦さんに、桑田雅美さん、清原和代さん、KK コンビ。あとは、田津波和義さん、現在監督ですね。はい。宮本信也さんに。あとは、まあ、前田健太さんもそうです。PL 学園は確かに名門校でございますね。はい。 確かにすごい学校です。はい。まあ、これもいい学校です。今日は東大紹介しました。東大の名門校を紹介しました。バイバイ。